阿武熊急行線。阿武熊急行線は、福島県福島市の福島駅から、宮城県柴田郡柴田町の月の木駅に至る、阿武熊急行が運営する鉄道路線である。旧国鉄特定地方交通線及び、日本鉄道建設公団建設線であった丸森線を引き継いだものである。地元では、阿武宮の愛称で親しまれている。 第3セクター転換時に有効長が短縮されたことや一部駅の交換設備設置が見送られた影響からかポイント型の不自然な曲線や駅構内周辺の空地があちこちに存在する福島駅と月の木駅で東北本線と接続していて一部列車が月の木駅から東北本線仙台駅まで乗り入れているが同じように同駅に乗り入れを行っている 仙台空港アクセス線と異なり、仙台でスイカなどの IC カードの使用はできない。なお、阿武熊駅、丸森駅、角田駅、月の木駅間で仙台丸ごとパスが利用できる。阿武熊急行線は部分開業していた国鉄の丸森線を沿線自治体が設立した会社が継承して全線開通させた鉄道路線である。その建設の過程から、 運営主体の遺憾までは、右予曲折があった。現在の東北本線の前身にあたる日本鉄道は、明治時代の中頃に、東京から青森に向かって、鉄道路線を敷設していった。福島から、阿武熊川沿いの頬原、柳川、丸森、角田を経由して、月の木に至る、現在の阿武熊急行線に相当する経路は、福島県と宮城県の間の鉄道敷設にあたって、 検討されていたルートの一つだった。しかし最終的にこの経路は採用されず、日本鉄道は、欧州街道沿いの、現在の東北本線の経路で鉄道を敷設した。その後、角田地方の有志が、鉄道の誘致に向けて動き出し、1922年、大正11年には、鉄道敷設法で、福島県福島より、宮城県丸森を経て、 福島県中村に至る鉄道及び丸森より、分岐して、白石に至る鉄道が規定されたものの、それ以上の進展はなかった。太平洋戦争後になると、再び鉄道誘致の運動が起こるようになり、宮城県の5町12村が、イグ鉄道貫通規制同盟会を、福島県の4町17村が、阿武熊川鉄道不設同盟会を結成して、地元選出の国会議員を通じて、 国に働きかけを行った。この頃、輸送量の増加に伴って、東北本線の福島県内、特に福島駅前後の急勾配の開催する区間が、鉄道輸送上のアイロとなり、上野と仙台以北を結ぶほとんどの優等列車は、勾配の緩い常磐線経由で運転されていた。東北本線時代の輸送力増強も、急務となってきており、勾配緩和の必要性もあった。 改正鉄道布設法別表、第27号に、福島県福島より、宮城県丸森をふて、中村に、イタリル鉄道及び丸森より、分岐して白石に、イタリル道として計画されていた、予定線のうち、阿武熊側に沿う部分が、迂回路として注目され、1953年、昭和28年8月に、第21号のに、宮城県、月の木付近より、 丸森にイタリル鉄道が予定線に追加された。その後、この予定線は1957年、昭和32年に経済調査線となり、1959年、昭和34年には建設線となった。宮城、福島両県の計画沿線上の自治体は足並みを揃えて、鉄道布設を促進する運動を続、この年に、 丸森線付接促進規制同盟会を結成し、1962年、昭和37年にはこれに福島市が加盟した。建設線に移行して実現に近づいた丸森線だったが、一方で東北本線の伏線化と電化は部分的に進捗しており、これとの関連を調査の上で審議するという付帯条件を付けられていた。これは、 福島から月の木までの区間を東北本線と丸森線のどちらかを幹線として整備するか検討するということを意味し、この時に宮城県白石市は白石付近の東北本線の支線化を恐れて東北本線の幹線機能維持運動を行った。しかし東北本線の輸送力は逼迫しており、国鉄は1960年、昭和35年に 東北本線の福島から仙台までの電化に着手した。1961年昭和36年鉄道建設審議会は丸森線の着工を承認した。丸森線は主要幹線に相当する C 線とされ、東北本線の輸送力強化のためのバイパス線として、1962年昭和37年に丸森線の起工式が行われた。 建設工事は1964年、昭和39年から本格化し、1968年、昭和43年1月には月の木から丸森までの区間がほぼ完成した。同章型名を兼ねて、機関車が試運転を始め、次に建築限界測定車が走行した。こうして、丸森線は1968年、昭和43年4月1日に、 月の木から丸森まで部分開業した。ディーゼル機関車牽員の6両編成客車による丸森6時23分発仙台駅が一番列車であり、丸森町長や仙台鉄道局の関係者によるテープカットの後、約700人の周辺住人に見送られて丸森駅を出発した。月の木でも10時過ぎに当時の運輸大臣代理として運輸省国鉄部長黒住忠之、 鉄道建設公団副総裁、篠原武史、宮城県副知事、山本総一郎等が出席して、祝賀列車の出発式が行われた。また、仙台に本社を置く、新聞社家北新報は、社機から紅白のパラシュートで、丸森線開通おめでうというメッセージを投下して、鉄道の開通を祝った。一方、東北本線全区間での伏線化と電化はこの年に、 完了した。仙台鉄道局は丸森線の利用者数を1日あたり1300人から1700人と見積もっていた。実際には開通当初の丸森線の1日あたりの利用者数は平均650人で事前の予測を下回った。丸森から先の福島までの工事は続けられていたが、その進捗は遅滞した。事前の計画では 丸森線は1971年、昭和46年に福島まで全線開通する予定だったが実現せず、先行きは不透明だった。非電化の行き止まり線のままとなった丸森線の先行開業区間は、C 線、主要幹線規格が災いし、駅が市街地から離れているなど沿線からの集客が考慮されなかったことから、乗客数は伸びなかった。 1971年、昭和46年には営業係数が2404となり、宇品線や根北線と共に日本有数の赤字線として鉄道ファンなどに知られていた時期もあった。この頃、国鉄の経営赤字は深刻さを増しており、1980年、昭和55年12月27日に国鉄再建法が施行されると、 丸森線は1981年に第一次特定地方交通線として承認され、ほとんど路盤の完成していた建設線も工事が凍結された。この時、丸森線のレールは福島側の東北本線との分岐点である矢野目信号場まで残り800メートルというところまで付設されていた。沿線の自治体は部分開業している丸森線の特殊性を訴えたが、 国鉄は全線開通しても採算は取れないと主張して、これを切り捨て、丸森線の第三セクター鉄道への転換、もしくは鉄道線廃止によるバス転換は避けられない状況になった。福島、宮城両県と沿線の市長は、第三セクター鉄道への転換を選択し、丸森線を引き継ぐ阿武熊急行株式会社を設立することになった。 この時に問題になったのが、福島県内でバス事業や鉄道事業を営む福島交通だった。福島交通は丸森線の計画線沿線にバス路線を持ち、当初は利害関係が生じる鉄道の開通に否定的だった。福島交通に対する説得は難航したが、福島交通が阿武熊急行の株式51%を保有して、筆頭株主になることと、 阿部熊急行が福島交通の社員50人を引き取ることの2つの条件をもって福島交通が阿部熊急行に参加することになった。東北の清少と呼ばれ福島交通を経営していた小針歴2が同社のバス路線と競合する丸森線の全線開通に反対しているという噂があったが、1993年に都米入院した小針への日本経済新聞紙との インタビューの中で私が反対した。と事実であることを認めている。丸森線の進化は全線開通してこそ発揮できるため、阿武熊急行側は全線開通後の開業を主張したが、結局、1986年、昭和61年7月に丸森線線公開業区間をそのまま、阿武熊急行線として、阿武熊急行独自の塗装に変更した。 キハ二十二系機動車五両、百四十八百五十二百五十九百六十百六十二を国鉄から借り入れて営業した。また、線路規格を AB 線、地方開発線、地方新線に変更して中断していた工事を再した。阿武隈急行線の全線開通及び電化は九百八十八年、昭和六十三年に完成し、これに合わせて、 新形式の車両8100系、電車級編成18両が落成した。7月1日に開通を祝う式典が柳川駅で行われ、10時41分に月の木行きと福島行きの列車が同時に発車した。7月中の阿武熊急行線の利用者数は1日平均9261人であり、事前の予想を20%上回る出だしだった。また、 福島交通は、阿武熊急行線に関連するバス路線6系統を廃止、3系統を減便、2系統を短縮、1系統を新設した。全列車が各駅停車であり、1時間あたり1から2本程度の列車が運行されている。福島駅、月の木駅間を直通運転する列車のほか、福島駅柳川駅、富野駅、角田駅間を呼び、 月の木駅丸森駅、柳川駅間の区間列車が設定されている。また、朝夕の二往復は、阿武熊急行の車両が、東北本線、月の木駅仙台駅間に乗り入れる、片方向き直通運転を行っている。かつては、東北本線福島駅氷山駅間にも、相互直通運転、JR の車両は455系、または701系を行っていたが、 2004年3月13日の改正で廃止された。2008年3月15日改正以降、柳川駅、丸森駅、月の木駅間の仙台直通列車以外のすべてと福島駅を早朝5.6時と日中の10時台後半から15時台に発着する列車がワンマン運転で運行している。国鉄時代はわずか5往復しか運行されていなかった。 阿武隈急行線の輸送実績を過表に記す。表中、輸送人員の単位は万人。輸送人員は年度での値。輸送人員は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。阿武隈急行線の収入実績を過表に記す。 表中、収入の単位は1000円。数値は年度での値。表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。